パーソナルマネージャー松本博史。始まりますんで皆さん中の方へ入ってください。いや、今回のフィデメモリアルサミット、これは YOSHIKI さんとこの松本博史くんが立ち上げました。みんな待っててくれたと思う。空の高いところに行ってしまってから、でも空の方からいつかまた会いましょうって言ってくれたんで、今日は来てるよ、絶対来てます。 OK、 頑張ろうね。あの追悼とはついているものの、博史君と YOSHIKI さんが祭りにしてくれと。お祭りですからね、わかりましたか。お祭りはみんなの力で作るものです。いや、あれから10年、一時は YOSHIKI さんも精神的にやっぱり落ち込みました。そしてこの追悼ライブをやるまでに気持ちがだんだん高まってきて、10年経ってやっとよし、俺が突っ張ってやろうじゃないか、突っ走るぞ、みんなをついてこいっていう気持ちになりまして、今回のフィデメモリアルサミットが立ち上がったわけです。これにはもういろんな思いがたくさんあると思う。それと一人一人のみんなの心の中にもいろんな思い出があって、それをみんな抱え込んで今日来てくれたと思うんだけど、ぶちまけてください。多分それはひでちゃんが喜んでくれることだろうと思います。本当に嬉しいです。ありがとう博史くん、そして YOSHIKI さん、大変なイベント、まあ今だかすないようなイベントですから、どうぞ十分に楽しんでいってもらいたいと思ってます。さてみんな、これしてますか、見える？これしないと博史くんに殺されるよって私は言われたの、だからやってます。可愛いでしょう。これはね、可愛いだけじゃないんです。つまりこのイベントは大変に意味のあるものになりました。フィデの意思を引き継いでチャリティー活動にも参加しているってことなんですね。このリストバンドを必ず入り口で受け取ったらしてください。今回のチャリティーパートナーご紹介いたしましょう。難病の子どもたちの夢を叶えるボランティア団体 Make a Wish of Japan、 そして骨髄バンクのドナー登録推進の活動をする全国骨髄バンク推進連絡協議会、そしてチャリティーも増えましたよ。乳がんや子宮がんについて正しく理解を深めてもらおうという活動を行っているハートリボンプロジェクト、そして乳房健康研究会、乳房分かりますね、乳房です。あ、受けなかった。そして子宮頸がんを考える市民の会、このボランティア団体が協力してくださってます。そしてこのヒデの存在、たくさんの音楽ファンの命の大切さ、それから健康というものを本当に教えてくれたと思います。一人一人の小さな思いがメモリアルサミットという大きな形になったこと、これは素晴らしいことだと思います。これからスタートするフィデメモリアルサミットはたくさんのアーティスト、すごいです。こんなサミットが今まであったでしょうか。チャリティーパートナー、スタッフ、そしてファンの皆さん一人一人が作り上げていくイベントになりました。さあ、それでは永遠のヒデのパーソナルマネージャー博史くんにちょっと思いを語ってもらいましょう。博史くん、ご苦労様でございます。ありがとうございます。本当に、今日こんな天候の中たくさんの方々集まっていただき本当にありがとうございます。本当にたくさんのスタッフの方々の協力を得まして、実現することができました。そして本当にたくさんの、バンドの方、アーティストの方々の協力を得て、実現することになりました。本当に感謝しております。ありがとうございます。皆さん、あの会場のファンの
すごいお祭りにしてくれると思いますので期待してください、はい、本当に、皆さんの力で、お祭りにしたいと思いますので、盛り上げてください。よろしくお願いします。もう本当に一人一人の心の中にいるヒデにどうぞ今日は思いっきりメッセージを叫んでみてください。お願いします。ヒデのロックスピリッツ不滅です。そして私たちはその不滅のスピリッツを支えていきましょう。これから10年20年30年ずっと素晴らしいこの才能をみんなの心から忘れないようにしてほしいと思います。さあいよいよ始まります。どうでしょう。あ、盛り上がってるか。そうですね、もうひろし君に言われました。庄司さん、みんなをもうちょっと盛り上げてくれと。よし、かかってこいよ。かかってこい。どうでしょう。よろしくお願いします。